ドラゴンクエストシリーズドラゴンクエストアルクンです。ドラゴンクエストアルクンですは、エニックスから発売されたドラゴンクエストシリーズの携帯型ゲーム機。アルクンです。ドラゴンクエストシリーズを代表するモンスターであるスライムを育成する携帯ゲーム。第1作ドラゴンクエストアルクンですは、1998年3月に発売された。 その1年後の1999年4月には、ドラゴンクエスト歩くんですにそして、幸せに、も発売されている。当時流行していた、たまごっちに代表される育成ゲームに、歩数系の要素を加えたゲームである。本体を携帯して歩き、歩数を増やしていくことにより、それに応じてゲーム中のスライムが、マップ上を移動するシステムになっている。 ゲーム内で何らかのイベントが発生している間は、歩数カウントがなされないと、同時期に登場した同コンセプトのゲーム機と比較すると、歩数系としての機能よりもゲーム性を重視した存在と言える。マップには、平地や草原、海などといった地形があり、地形上を歩くごとにその地形に対する馴染み度が上昇。そして、馴染み度が一定値に達すると、スライムが、ホイミスライムや、 マリンスライムなど様々な種に変化する。また、一定歩数や条件により、敵モンスターとの戦闘が発生し、戦闘に勝つと、アイテムが手に入る。東京おもちゃショー2010において、久々の続編となる、ドラゴンクエストアルクンデスリターンズが発表された。新たに、防犯ブザーが搭載される予定となっている。下記二品は、アルクンデスと似たコンセプトの携帯ゲーム機である。 ありがとうございます。